そうか。そうか。大丈夫。見てハウスも同じから。バリア。いやこれで支えるんやな、このな膝でな。わかる。映していい。いいよ。映すね。うん。誰とも同じ体勢。やばいやばいやばいほんま。ハウスの今の髪の長さと色めちゃくちゃ好き。嬉しい。でもね、あれですあれです。染めに行かないといけないんですよ。もうだいぶ経ってるんでね。だから染めようと思うんです。近々成人式までに。成人式やんうちら。そうやね。イエーイ。特別公演があるな成人の。楽しみ。オンラインでも入れますから皆様。ぜひ皆さん。一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。嬉しいです。人生一度やからな。な、振り袖楽しみにしててくださいね。選んだよな、自分で選んでんな。一緒に選びに行ったもんな。な、行ったもんな。結構気に入ってる。え、私もな。ぽいよな、みんな。ぽいぽいぽいな、うん、お楽しみにしていてください。楽しみに。え、何の髪型するとか決めてる？決めてる。え、すごっ。何も決めてないんだけど。え、レパートリーないやん、ほぼ私。あ、短いからな。うん、短いからね。ちょ、決めて、ハーサの髪型なんか決まったら。まあ、それするかは知らんけど。なんか案出してな。どうやって調べたりしたん？一緒に映ったらいいん。調べたりした？じゃあ自分でイメージ考えてやった。すごいですね。刈り上げ、わかりました。わかりました。わかりました。普通になんかな、髪長いからまとめる系。あーか、なんか下げずに。そう、あーまとめる系ね。なるほどなるほど。ハーフアップやったことある？何ハーフアップって？え、ここ残して上だっけ。あー、公園とかではあるよ。マジで？うん。好評？わからへん。わからへん、うん。でもえ、でも好きやけどな、ポニテ。まうん、これココナさんにもな、うん、いいって言ってもらえて、うん、さっきブリーチーね。ポニテいいと思う。全部上げて、ね、横の毛、ね、ちょっと巻いて。これも上げんの、うん、え、違う違う、それを残して。これ残して。これ残さなあかん。それ残して、残さなあかん。残して、うん、今の髪型でとか着てる。で、今日のアミルの髪型めっちゃ可愛い。お、ありがとうございます。違う違う。違うの、あの、あ、あれ、レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん。あのね、アイブっていうアイドルのね、レイちゃんのっていうメンバーがいるんですけど、その子の髪型意識しました。うん、似合ってる。マジ？うん、ありがとう。可愛いよ。ちょっと踊られへんな、今携帯持ってるからな。踊ってます。間違った。アミル、リズちゃん似てると思う。だって似てないですよ、本当に。ありがとうございます。あ、ほらほらほら、もらそうね、マミー。全部なんか文字分けされてる。全部ひらがなで送ってくれてる。なもらそうね、マミー、いいだちろんち。ちょっとわからんけどな、これ合ってんのか。みんな見つめといてよ。ドキドキしちゃうじゃない。綺麗な花。横顔綺麗ね。やべえ。応援行くよ。あ、舞浜で待ってます。舞浜のどこですか？アンフィシアターです。うん、舞浜といえばディズニーランドですよね。え、そばやで、マジ。隣やね。そんな行きたなるやん。行きたなるよ。うん、めっかゆ。
来週頑張ります。皆さん、あ、韓国語で送ってくださったね。なんて書いてんの？なんもらそねまみいりだちろんじやって。なんもらそやって、私は知らなかったみたいな。おお、らしいです。ディズニーとユニバならどっち派やって、せーので言う。え、ちょっと待って、ちょ、選ばれへんよな。ハーサーは決まってるやろ。やばい、まつげ抜けた、最悪。そんなんハーサー毎日めっちゃ抜けんで。抜けんけど、わー、疲れたまでーす。よいしょ、ハーサーだね。ハーサー、みんな選ばれへんわ、ユニバとディズニーなんか。じゃあディズニーとユニバどっちがいいか、せーので言うか。で、まずはこれ。ちょっと待って。はい。え？はい。え？せーの、ディズニー。ひらぱー。ひらぱーしか買った。富士急。じゃあ私富士急。ああ、いいね。富士急。いいね、もう全部好き。テーマパークとか遊園地とか全部好きやもん。わかる。シオミンが一番韓国上手なメンバーハウスだって嬉しい。この間シオミンとシオンと韓国語で会話してたんです、元旦の時、公演の時。そしたらカリンさんが横で韓国語で話してるとか言って楽しかった。すげえ韓国語で。え、皆さんこの中にソードアートオンライン見てる人います？何それ、何それ、アニメ、アニメ、あ、聞いたことあるよ。ソードアートオンラインハマりました、私。めっちゃおもろい。どういう話なの？なんかゲームの中になんか入っちゃうみたいな話。面白そうね。めっちゃおもろい。面白いや、うん、見てみよう。何で見れるの？ネットフリ。あ、見れるわ、うん、聞いたことあるわ、確かに。おもろい、めっちゃおもろい。1は面白かったやって。マジで？うん。キリト、キリト、キリト、キリト。オンラインゲームの世界に行っちゃう。そう、仮想現実の中に閉じ込められる話やって。へえ。めっちゃうまく説明してくれた。いや、まだ途中。あ、そうなの。女の子にモテモテのアニメやって。そうなの。アスナ、キリト。うん、まあ確かに人気なんやな。でもぜひ。朝は最近何してんの？最近、何してんやろ。何もしてないの？朝何もしてない。あ、服の断捨離をした。おお、えらい。え、私もさっきロッカー捨てた。ロッカーのものの中。あのさ、なくてロッカーメンバーのさ、もう劇場あるある、劇場にね一人ずつロッカーあるんですけど、もうほんまに、綺麗な人と汚い人の差が激しすぎるやばいよな、やばいよな。私、うん、汚くて、っていうのも、私前は未来と共同のロッカーやってやんか。それは汚い。もうめっちゃ汚くてマジで。それは汚い、それは汚い。やばくて。もうそれ片付けたいなと思っててんけど、ずっと、うんうんうん、まあ一人になったから、ロッカーが、うん、一人一つになったから、うん、でそれがその引き継がれたんが私やって、そのロッカーが、うん、未来の残骸があったわけ。最悪最悪や。で今日やっと断捨離して、うん、で見たらもうほぼほぼ未来の残骸やって。やだ。そう、母さん誰とやったかな。ミカナと共同やったわ。おお、じゃあ綺麗なんちゃう。綺麗やったな。え、綺麗で、今は一人になったけど、一、うん、人のやつももう反省会ノートとペンしか入ってない、うん、から何もスカスカです、綺麗です。いいよ、綺麗です、綺麗です。ちょっと未来のロッカー気になるよな、今の。気になる。見たことある？ない。ない。絶対汚いで、もう足開けた瞬間もう出てくるかもしれへん。怖い、ちょっと後で見よう。何入ってんの？アミルはめっちゃ綺麗になりましたよ、今。うん、アミルでも汚いイメージないで。そんなマジ汚い？何が物多いタイプ？いや、結構
断捨離好きやから、うん、部屋は結構綺麗。うん、でも若干大雑把なところはある。あ、それはわしもや、同じくやば、うんうん、何型 B 型 A 型 A 型、うん、A 型 O 型ちょっと分からんわ O 型、 O 型分からん。劇場ってドアノブ取れるの？取れます。取れるよな取れますトイレのドアノブ取れて、そこも取れるよな、うん、取れる取れる。一回未来が取れたもん。一回未来のトイレに閉じ込められてるそう、そんな怖すぎるやろ。めっちゃ怖いの。誰かって言ってるな。怖い怖い怖い。メイクルームにおったからさ、うん、その声に気づいて開けてあげたんやけど、うん、よかったね。危ないよな。え、これなんて書いてんの？アミルンって。アミルン、あ、あげなせよ。面白い。コナさんの卒業発表は、まあ、キャプテンなんで、うん、知ってました。でも当日に今日知ったんやな。今日知った。びっくりした。びっくりした、うん、どんな反応した？ちかぽよさんに、うん、ちかしげさんってみんな知ってるよな、名前な。ちかしげさんにあのなんか、あ、今日上山が卒業発表するからみたいなこと言われて、うん、私あみたいな感じやった。あ、えー、ってならへんかった？ならへんかった。あ、はいって、あ、まあ、そうなんですねみたいな感じ。まあさ、舞台上で聞いた時に、うん、びっくりして、えって言っちゃって、うん、でその後にシンシンと目が合った。目が合ってシンシンもえって顔してて、でシンちゃんだってココナさん発表する時シンちゃんこう見るからさ、私、うんうんうん、全員見れんねやんか、ほぼほぼ、うん、でもシンちゃんの肩がピカーンってなってなるよなるよ。いやびっくりするよね、びっくりよ、うん、まあでもあなたの発表の時も私は泣いたけどね。知ってたやろ。え、知ってたけど今日発表するねって言ってくれたやんか、うん、朝にさ、うん、その時の母さんもううぅって泣いてあー涙が止まらんって泣いながらリハに参加しました。そうやな、うん、そうです。ぴょん卒業発表ってチカポヨ伝達なのどうなんやろ。いやでも私は事前にしんちゃんとはなさんには言ってましたね、うん、言ってくれた、うん、だからその子のあれよな、あれよな、どこまで言うかっていうか、うん、そうやな、その子のあれよな、誰に言うかとか、うんうん、そうやな、どうしようかな。皆さん貴重ですよミックスジュース見れるのは、うん、もう今のうちですよ。ミックスジュースを見れるのはね、あと 何回公演があるか分からへんからね、うちらもね。早くない？終わるの早そうやん。一回一回の公演をね、今まで以上に大事にしないとね、うん、ダメですから。ミックスジュースいいグループになってよかった。めっちゃ好きやもん。え、マジで好き。え、だマジでミックスジュースめっちゃ好きやねん。楽しいねんけど楽しいよな。なんかさ、うん、もう最近とかも特にさ、うん、公演中めっちゃいろんなとこで目が合うようになってさ、うん、反省会とかさ、うん、反省会終わった後のさ話してる時間とかめっちゃ楽しくない？楽しいよな。今日のエンジンも楽しかった。わかるな、うん、もう楽しいもん、うん、悲しい。近くね、いつからなんやろね。いつなんやろな。ご飯行く予定は、ご飯行きたいな、うん、韓国料理が食べたくて食べたくて、私食べたい。サムギョプサル食べたくて仕方ない、ね、食べたい。いいな、肉。カジュール終わったら行こう。いつ連れてって終わんの？12日本番。あ、すぐやん。じゃもうすぐやねん、歌唱力。行こう終わってちょっと落ち着いたら行こう。行こう、うん、あの一回さ、ユイナとさ、うん、アミルと誰やったっけ、コトちゃん、うん、行ったとこ、うん、あそこもう一回行きたい。行きたいな、うん、美味しかったな。あの人には伝わらない。すいません、あのラビグルメに乗ってるんでね。すいません、乗ってます乗ってます。すいません、まあメンバーとのね、うちらの会話が見れるのも、うん、もう限られてるんですから、うん、あそこ行きたいな。なあ、美味しかったよな。うん、かわいいしな、店の中。ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン食べたいな。いや、あれが好き、あの大根のさ。無やろ
無やろ。めっちゃ笑うんですよ。そうやって言ったらめっちゃ笑ってくれるの。大根のさんが無って言うんですけどね。韓国語。韓国語。大根の漬物みたいなのがあるよな。なんで無なん。無やねん。美味しいよなあれ。チキン買ったら絶対ついてくるやつ。あんたの言い方の問題。なんで普通やん。違う、こういうもんやで。もらってくれて嬉しいです。いらなんです。おいキムチでおいってキュウリ。そうです、おいはキュウリのことです。 M はそう、私とココナさんが卒業したら13人ですね。あ、減るやん。そうそうそう、すごい声出たな今。どっから声出た。減るやん。そうそうそう、ま、結局人数減っていくやん、うん、そう。公演、卒業公演はまだ時期とか未定なんで、うん、私あれですけど多分2年で、5年後とかでも未定やな。めっちゃ未定やな、それじらしまくるやん、うん、って感じですかね。残りの人生楽しみます、うん、残りのアイドル人生。残りのアイドル人生楽しみたいと思います。ではランキング読みます。私もお疲れ様です。13位タツタツさん、ありがとうございます。12位ユウさん、ありがとうございます。11位バルボッサエルアミルさん、ありがとうございます。10位ジャックザリッパーさん、ありがとうございます。9位ユリアピースさん、ありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。7位じゅんさん、ありがとうございます。6位マスオさん、ありがとうございます。5位末広さん、ありがとうございます。4位ほうくん、ありがとうございます。3位まささん、ありがとうございます。2位キューブレモンさん、ありがとうございます。11位ヴィセントさん、1位ミズキングちゃん、ありがとうございます。10位フニーさん、ありがとうございました。8位ショウさん、7位マルキーさん、さん6位キョウさん、5位ケイコちゃん、ココさん4位ヨウちゃん、卒業発表されたので、ね、さん2位マツさん、寂しいですが、1位はパルビッピさんです。ありがとうございます。寂しいですが、残りのミックスジュース楽しみましょう。カイト誕生日でした。あ、おめでとうカイト。ありがとう。3歳やろ。3歳、3歳です。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。おやすみー。あったかくしていてください。ありがとう。バイバイ。